っていきましょうか。最終局面バイオセブン。アルファ1、アルファ1、応答せよ。アウト、アウト、アウト。こちらアルファ1だ。何があったか。ベイカー邸を捜索したが、生存者はゼロだ。ということでね、バイオセブンやっていきましょうか。今回はですね、まあ、もうなんだろうな、暴れまくりたいっていう気がしますね。まあ、暴れまくれるかどうかっていうとね、敵の数に対してね、こちらの弾薬数があまりにも多すぎる予感気はするんだよね。そう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 。でね、なんだろうね、まあ、ボコボコにして差し上げようかなというふうに思いますね。はい、持っているね、もう、ありとあらゆる武器を駆使しまくってね、これから出てくる雑魚敵をね、ボコボコにしばき上げていくっていうのがね、ミッションコンプリートに近づいていくというところですんで、まあそんな感じでね、進めてやってまいりましょう。で、ショー、リリリバッションショー。Yes, sir. はい。ただね、まあ、なんだろうな。サムネが難しいんだよね、このパートって。ムービーシーンがあるような感じでもないしね。まあでもそうか。一気にこれ最後まで駆け抜けていってしまうか、途中でセーブを挟むのかっていうところだよね。ということでね、早速出てくるね、やつからまずぶちのめしていこうか。ショッタマー、多分これ全部ショッタガン。うーふー、気持ちいい。よー、おう、すげえな、この距離でも。ショッタガンって散弾銃なのに。気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、届くんだ、一応。へぇー。じゃあ、ネクスト。あ、ダーン。やっぱ集中する分だけあのショットガン、おう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 、溶けらせー、イナバウーしてったね。無理、取れない。でもうどこでもいい。とりあえずあの弾を無駄にしに当てまくるっていうのが大事。おっ、さあさあ近いな近いな。オッケー、頭吹っ飛ばしの、おめえさんもドド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 。撃たれながら反撃してくるのはちょっと卑怯じゃんすね。そんな君には。マーブルチョコをプレゼント。無理。マシンガン。今使った分が返ってきてたんだよね。使っても使ってもこれお釣りが来るんだよな。ハンドガン。これは茶金ハーブ。取れない。無理。じゃあ、地下降りてまいりましょう。さっき取った。これもさっき取った。取ったというか取れない。見たけど取れないってやつね。ということでね、皆さんお待ちかねの下へ参ります。今押してなかったじゃん。どうやってやったの。圧力ふって吹いてみた。さあ、これが結構な地下に降りていくんでね、ちょっと退屈だからね、ステップでも踏んでみる。反復よ、最高。ちょっと待って、見えない壁に阻まれて。さて、まず一人目はリプル。ドゥキュドゥキュ。お疲れ様でゴーンした。しゃがみます。スクワッツ。そう、この間久々にスクワットやってさ、もうほんと崩壊するかと思った。あのね、スクワット40回やっただけで吐き気が半端なくなって食べる。うまい。ミントワシ。そう、半端なく、もう吐き気がして、いつもよりも少ないセット数で、もうなんかその場から立ち上がれんくなっちゃって、ねえ、30分で筋トレが終わったなんて初めての経験をしたね。いや、まあそんなこともあるんだすね。っていうことで、お二人仲良くチュドン。起き上がり方がシンクロしてるんだよね。かわいい。ということで、はーい。はーい。はーい。で、ネクスト。ネクストコングイズ、ドンキーコーング。くだらない。さあ、早めに行こうか。で、これ、チャカ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 チャッチャッチャッチャカチャッチャカチャッ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 チャ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 。ここにあるのはマグナム銃弾。必要ないというか使えるものがないんだよ。テラレッテラバッグダンテルレッテルレッテルレッテッテ。スノコの裏にはエブルが人形があると思いきやなかった。テーテテルテル。設置、あれちょっと待って、設置がうまくできない。設置しといてからのドーン。これでなんか爆発した。あ、やばい、してない犬がおる。こっち来てる、来てる、来てる。
この状態で攻撃受けちゃうんだもんね、受けなかったもんね。受けてるし、普通にやろう、よくもやってくれたな。ふっと振り返って、おらららら、あ、しかも2体もいる、2体もいる。ダンマク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 、やばいぜ、ダンマクデン。またつまらぬものを撃ってしまった。さあ、爆弾はしばらくいらないで、カチャコンディッツで、これ爆発切るときには大丈夫で、アイテムがこれは神経弾、ほう、まあ、使えないから使わないんだけどね。で、マッシンガーで、特に何にもない、こっちも何にもない。毎日毎日僕らは地下道で、カビちゃんとカビちゃんで戯れ、ポンポンポン。お邪魔します。細胞劣化、サイサイボーボー、あ、すいません、無駄に食らわされたやつ、これ一回一回食うのがめんどくさいね。さて、カチャコン、ここが重要なページ、ってかこれ置きっぱにしてるけど大丈夫だったのかな。ここら辺もちょっとゆっくり読んでる暇はないんで、気になる方は私の初期バイオセブンのね、実況動画の方をご覧ください。多分読んでるはず。ピーピープシュブーン。で、ここに、いいなんとかを入れて、ここら辺は、おう、なんか DNA のマークがあるね。さっ、うわー、完全に石化してる、白髪になってる。さっ、じゃあこのまま精神刺激薬を食べて。2000年。これなんだろう、ミランダマザーとかかな、マザーミランダ。よし、じゃあこのまま向かっていきましょう。あー、ごめんなさい、めっちゃ画面固まったね。セーブポイントはある。あ、ここまで来て区切るのもありかもしれないね。競争だ、なんかある、なんかあるけど取れない、じゃあ進めない、降ります。おい、こんなとこに降りたらあんた死ぬぞ。それでも降ります。あれ、ちょっと待って、やっぱアイテムがなんか2個あるな。こっちからなんか下からくぐれるもんだと思ったけど、くぐれなさそうなんで、これ、また無理だね。多分ミスターエブリア人形なんだろうな、きっとな。くるっと折り返って。マグナム！うわ、いらないんだよな。物がねえんだよ、物が。じゃあ仕方ない。もうここで、ちょっともったいないけど、せっ、いてぇ！消えた。多分エビラ人形だったね、きっと。しまった、やらかしたわ、痛い、普通にバカ自爆したな。で、まあまあ使った分は返ってくるという、あの、良心的なシステムなんでね。難易度が難易度だからかもしれないけど、でもなんかすごいあれだよね、親切設計だよね、弾的にはね。まあ、全部倒してないからあれなんだけどさ、ん、なんか見っけた、回収回収、直接はいけないからぐるっと回らなきゃいけない、めんどくせー。さて、いらないんだよ、ピングはいらないんだよ特に。んーで、こっちはなんだ、そう、ショットガンとか違うね、神経弾か、これも使えねえな。そっか、神経弾を持っていっておくとあれなんだよ、極端なんだよな、ショットガンとかさ、ハンドガンとかバーナーとかすごいいっぱいあんのに、ね、マグマムの弾とかさ、お下列弾とかそこら辺はないんだよね。チラ？あれ？来ない？あ、チラ？来ない？ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。来て。来て。くそ！あと、うんちって言わなきゃダメ。おー、一撃！外した！一撃！気持ちいい！もう一発！外してるし。競争弾も80発もあるもんな。これ一発一発がなんかアルバートを使うとなんかマグナム並みの威力になる。あ、使え。食う。もう食う。もう一個食う。俺、食う。全部食う。さて。
しょったわ。来るかよ。来るか来るか。歩いてくるね。歩いてくるね。でちょっと待って、後ろから後ろから変態野郎が来てる。後ろから変態リッパー、変態リッパー。ちょっと待って、ちょっと飛ぶな。あべ。こんなところでやられたくはない。こんなに大量の武器を装備しておきながら今さらやられるなんていうちょっと寂しい思いをした。おお、びっくりした。なんか今来てんのかと思った。競争弾を使うっていう贅沢バーナーいらんのです。燃やすやつなんかいない。もう全部もう貫いてってやるから。うら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 いかんぞ。めっきり寒くなくなりました。残暑厳しい中でございますが、私残暑が厳しいっつってるんだから寒かねえんだよ。 OK、 あと2体で終わりかじゃ。これ次出るけど、はい、ほい。頭がなくなってしまえば君たちは動くことができんのガスで、バシちょっとまあこれはいられ。よし、じゃあ行きましょうか。ラスト小デブと大デブ、その2体をぶちのめすことができればね、私のお役はごめんちゅうわけですわ。最高か。まずはありったけのボムを爆発させ。設置うまくいっかな。設置ができてない。もう一個。ズドン。OK。もう一個設置。自爆はしない。設置。OK。設置。OK。一体息果てましたね。うまいこと設置しようぜ。俺と設置しないか。ふい。お、お首がポロリで、あ、ってことはこれで終わりだな。うわ、弾めちゃめちゃ余ったな。ジャブジャブ使うつもりだったんだけど全然余ってる。こんだけの競争団エブリンぶち込まれたらもう二度と家族なんか私作りたくないってなりそうな気がするけどね。かわいそう。どうしようかな。エンディングテーマのこともあるし、まだ戻っていろいろとね、なんか進んでいかなきゃいけないところもあるんで、中途半端なんだけど、この先セーブポイントあったはずなんだよな。一回小屋に戻る前にね、そこで区切って終わりにしましょうか。うん、よし、じゃあ登って、あしゃいて、叫んで、砕け散って、特になさげかな。 OK。 ないね。よし、じゃあここ間くぐっていきましょう。よいしょ。ようくぐれるな、こんなとこ。背中ゴリゴリしてさ、ツボマッサージが。あ、あったね、セット。 OK。 じゃあ、うん、じゃあ次回でね、このシリーズを終了としていきたいと思いますんで、一旦ね、ここで区切らせていただけたらというふうに思います。ということで、最終パートに向けてね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援をしていただけたら、この上なき幸せでございます。ということで、本日も最後までご視聴、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。